便秘というのはこれは病気ではなくて、あくまでも症状一つなんですけれども、まあ、排便の症状として、便の回数が少ないであるとか、便が出にくいであるとか、そういったことが便秘といわれる症状になります。で、便秘の定義っていうのはこれははっきりとしたものっていうのはなかなかないんですけれども、よく使われるのは、回数としましては1週間に、2回以下しか、便が出ないですとか、あとは4日以上便が出ない、そういった場合に便秘というふうに考えています。と言いますのは、排便の回数っていうのは1日3回から、非常に個人差がありますので、1日3回から3日に1回ぐらいまでは、正常な範囲として捉えられていますので、4日以上便が出ないですとか、週に2回以下という場合が便秘とされます。また、毎日便が出ていても、非常にこう便が出にくい菌でも便が出ないとか、便が非常に硬いであるとか、便が出ても非常にこう残便感が強いとかですね、こういった症状も排便の4回に1回以上こういった症状がある場合はやはり便秘というふうに見なされます。便秘にはいくつかのこうタイプがあるんですけれども、最も多いのは排便の回数が少ないタイプの便秘なんですけれども、これは腸の前導運動が弱いために排便の回数が少ない弛緩性便秘と言われるタイプになります。これにはまず食べてるものがですね、非常に少ないために、便も少なくて、回数も少なくなってしまうという方も多いんですけれども、こういった方は食事、特に食物繊維をですね、多く摂ることで、排便の回数、打量も非常に良くなります。中にはやはり腸の前導運動がですね、慢性的にこう弱まってしまっていて、しっかりと食事を摂っているにもかかわらず、なかなか毎日排便がないという方も、おります。もう一つの便秘のタイプとしましては、非常にこうストレスですね、そういったことと関係して、便秘症状が出る。特にこうお腹がパンパンに張ったりとかですね、時にはこうお腹が痛くなったりです。で、排便をするとスッキリとすると。で、こういったタイプの便秘はですね、ストレス性便秘というふうに言われておりまして、過敏性腸症候群という、腸が敏感な病気があるんですけれども、こういったものと関連して起きる便秘と言われています。で、便秘だけではなくて、こういった腸が敏感な人は便秘をした後にまた下痢をしてしまったりとか、で、下痢をしたかと思うとまた便秘になってしまったり、非常にこう排便が不規則になって、それにお腹の張りや痛みという症状を伴うのが特徴とされています。で、もう一つの便秘として、では腸の働きは問題がないのにかかわらず便が出づらいという方がいるんですけれども、便の出口にあたる大腸の一番最後の直腸というところに問題がある場合に起きる便秘です。これを直腸性便秘というふうに言っているんですけれども、直腸から便を押し出そうとする時に直腸が変形してしまったりとか、あとは直腸がうまく動かなかったり、もしくは肛門がうまく開かなかったりです、そういったことで、便がうまく出せない、もしくは出てもこうすっきり出ない、便が残ってしまうといった症状につながります。一番多いのはやはりその弛緩性便秘ですね、もしくはその食物繊維が単に不足していて便秘症状が出ているという、そういう方が一番多い。便秘の場合はこれは男性も女性も年齢とともにこう増えてくるんですけれども、特に女性はもう10代の頃からですね、こういう便秘症状が出る方が結構多いので、これは女性ホルモンとの関係
言われてるんですけれども、10代後半からもう年齢とともにどんどん増えて、男性の場合はむしろこう中年以降ですかね、なってからこう便秘になる方が増加してくる傾向になります。やはりこう体の活動量とかですね、そういうのが落ちてくる、もしくはこう食事の量も若い頃に比べて少なくなるとか、そういったことがもう影響してくると思います。必ずしも腸の機能が衰えてしまうというわけではありません。ただ女性の場合はですね、その骨盤底筋といわれる、いわゆる骨盤の中の筋肉がこう弱くなってきますので、これは直腸性便秘の、が女性の場合こう年齢とともに増えてくる原因の一つにはなります。